オクラホマシティは、アメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の36番艦。艦名は、オクラホマ州オクラホマシティにちなんで命名された。その名を持つ艦としては、クリーブランド休憩巡洋艦20番艦以来2隻目。オクラホマシティの建造は1981年8月13日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され、 1984年1月4日に寄港した。1985年11月2日にリンダ・エム・ニクルスによって命名浸水し、1988年7月9日に艦長ジョゼフ・ジェイ・クロール・ジュニア中佐の指揮下収益した。1991年にオクラホマシティは大西洋艦隊においてマージョリー・ステレット戦艦基金賞を受賞した。 2002年11月13日、オクラホマシティは、ジブラルタル海峡東部において、天然ガスタンカー、ノーマンレティーと衝突する。双方とも大きく損傷することもなく、油漏れによる環境への影響も起こらなかったが、オクラホマシティは、潜望強とセール部分にダメージを受け、ラ・マッタ・レーナに入港して、修理を受けることとなった。艦長のリチャード・ボター・チーは11月30日に、 解任され、他に、士官1名、歌士官2名が、職務怠慢だったとして追及された。2005年1月20日、オクラホマシティは、対テロ戦争支援のための6ヶ月間の展開を終え、バージニア州ノーフォークに帰還した。北極海を経由して、哨海海域である太平洋に入ったオクラホマシティは、そのような航路を取った初のロサンゼルス旧正機型の、艦となった。 紹介後、オクラホマシティは北、アメリカを就航し、パナマ運河を通過して、大西洋に入り、母校のノーフォークに帰還した。2005年中旬にオクラホマシティは、公開管理システムの使用に変えて、デジタルカイズのみを使用する、初の艦のうちの一隻となった。公開管理システムはスマート、シップ統合環境システムの一部として1990年から開発されていた。 2011年3月よりグアムを母校としている。ありがとうございます。